花壇の続きをやっていきます。こっちの丸い花壇はこんな丸にしてみます。だいたい、セメント1に砂3ぐらいな感じで混ぜてみました。今日も続きを頑張っていきます。さすがに図面がないので最後ここを帳尻を合わすためにこんな L 字型のレンガがあったので、これを角に使えるかな。ちょっと目地が広いけど、2段目でなんとか修正していきたいと思います。左の花壇とちょっと高さを一緒にせずに変えた方がいいかなと思って、ちょっと急遽2段でやめようと思います。レンガを切る作業をしてないのでちょっと形がいびつですけど、こんな感じで目地を整えていきます。ちょっと、目地が広くて結構アバウトな、超アバウトな花壇なので、ゲーセンの宝物、子供の部屋からこんなん取ってきました。これでちょっと飾り付けをしてごまかしたいと思います。見ていて、
めて、こうやってこれをここに引きたいので、ちょっと抜けちゃいます。一回これを、何も出てこんといてや。しようか。どう？急遽こう歩けるようにこんな感じの通路にしてみます。なので次はこっちの花壇、この花壇を先に作ろうと思います。レンガは先につけておきます。つけて水分を含ましておきます。の方がうまくくっつくそうです。じゃあ今度は後ろをくっつけていきます。後ろ、今日は土台の部分まで仕上げたので、明日はここにこのレンガを積んでいきたいと思います。よいしょ、あ、疲れた。今から2日目頑張ります。この昨日つけた銀線のキラキラなんだけど、思ったより汚くなっちゃったのでボンドで何個かくっつけていきたいと思います。一応こんな感じでつけてみました。さあこっちのレンガいびつな形なので、どんな感じで置いていくか一回並べてみます。
ざっとこんな感じでいきます。大体こんな感じで、こっちの花壇大きいかな。セメントがちょっと余っちゃったので、ここのステップになる石を1枚だけ引こうと思います。前のステップと次のステップのちょっとレベルが違うけど、あとはこの間に砂利を敷いてごまかします。今日はここまで。
こっちの最後、水道側、まだ手つかずですけど、水道側の下にこの排水のマスみたいなのがあるので、まずこれを蓋してしまいたいと思います。この砂のところを挟んできて、この上に砂利と砂を乗せて最後に石を引きます。だいたいこんな感じで通路ができたので、今回フラッシーロックのイエロー、こんな石を買ってきたので、これを敷いてみたいと思います。あら隠しに敷いてみます。花壇がちっちゃいのも入れて3つできました。そして通路、こんな感じで通路が、ちょっとここ狭いんやけどそしてここの狭いところを抜けると、こう広くなってます。そしてまだちょっと今回は手つかずの水場につながっていく感じです。そして奥の円形の花壇、結構大きいので深さも結構あるので、大きい植物も植えれるかなっていう感じです。でここにこの井戸水、使ってないけど井戸水のタンクがあるので、これを隠せる吊る製の、できたら奥には抜いたクレマチスを植えたいかなと思います。花壇が3つと通路、通路を仕上げました。次は花壇に土を入れてお花を選びたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あとね、このライトもなんとか可愛く付け直したいと思います。